ちょっちゃ죽인다っていう風にかっこいいっていう意味で言ったんですけど、小学生ぐらいの男の子はすげえかっけーみたいな感じで褒めるときにそういう表現をしたりするんですよ。でもそれを知らなくて言ったら、あ、そうみたいな感じでちょっともう明らかに引いた反応をしてて、その時に、あ、私今間違えたなっていうふうに悟って、それ以降は使わない。当時寂しかったっていうのもあったんですけど、とにかくコシオンに帰ってきたらすぐにテレビをつけて、いつも韓国のバラエティを見てたんですね。なんとなくこう音が雑音が欲しくてずっとつけてたんですけど、韓国って今もそうなんですけど再放送がすごく多いんですよ。同じ番組を何回も何回も見せてくれるので、適当にチャンネル回してるとだいたい5週に2、3回は同じの繰り返し強制的に見るような状況になってて、で、あれこの単語いつも出てくるけど、どういう意味なんだろうなみたいに気になったことを何回か繰り返してれば聞き取れるので、聞き取った単語を検索して、で勉強してるうちに授業で出てくる前に私がその単語に接することができてて、でも調べてあるから、あの授業に出てきた時に覚えやすいっていういいこういう流れができてて、リスニングも上達しやすかったりとかっていうことがあったので、すごいバラエティでリスニングを強化する方法を私はいろんな方におすすめしてるんですけど、今日はそのメリットについてちょっと簡単にまとめて紹介したいと思います。基本的に映画とかドラマもそうですけど、やっぱり年齢制限がちょっと高めに設定してあったりすると、あの要は、まあ、日本語では悪口っていうような表現にしかならないんですけど、韓国語で欲そるって言って、ちょっとこう普通の一般的なバラエティチャンネルでは出せないような言葉、水準の言葉があるんですね。もうすごく表現が汚かったりとか乱暴だったりとかして出てこない言葉があるんですけど、そういうのがやっぱバラエティでは基本的に禁止なので、タレントさんも絶対言わないですし、あの出てきたとしてもピーってこう音が鳴ったりとかするので、そういうのの基準がやっぱり最初はわからないので、映画とかで学んじゃうと、それこそ目上の方とか先生とかにそういうの知らないで使っちゃったりとかして、自分のイメージを知らないうちに落としちゃうっていうことがやっぱりあるので、私失敗というか今でもちょっと思い出すと恥ずかしくなっちゃうエピソードがあって、仲良くしてる男の子がいたんですよ。韓国人の男の子で、まあ、ちょっといい感じの男の子がいたんですけど、2人でお散歩してる時にすごいかっこいい派手なカラーの外車がバーって通った時に、ちょっちゃ죽인다っていう風にかっこいいっていう意味で言ったんですけど、なんて言ったらいいのかな、小学生ぐらいの男の子はすげえかっけーみたいな感じで褒める時にそういう表現をしたりするんですよ。なので私には合わない表現だったんですよね、今考えたら。どう考えても、でもそれを知らなくて言ったら、彼が、あ、そうみたいな感じちょっともう明らかに引いた反応をしてて、その時に、あ、私今間違えたなっていうふうに悟って、それ以降は使わなくなったっていうエピソードがあるんですけど、やっぱりそういうふうに基準がやっぱりわからないので、外国人の私たちの立場からだと、そういうバラエティだったりとか、そういう日常会話がよく出てくる番組を通して、こういう時はこういう表現するんだなっていうふうに、そのシチュエーションも合わせて頭に覚えさせてあげると使いやすいと思うので、バラエティを通した勉強はおすすめです。韓国人の人って男言葉女言葉っていうのが大きくは分かれてないんですよ。なので誰が出てても縄りがない限りはどっちからでも活用していけるので、日本のバラエティよりも韓国のバラエティの方が幅広く一つの番組でも学べることがすごく多いので、すごくいいです。日本の番組に比べて韓国のタレントさんって喋るのもすごく早いですし、あとナレーションっていうのがあんまりないんですね。日本みたいにわざわざ例えば何かのゲームをしますってなった時に、そのゲームのルール説明について VTR が用意されてたりするじゃないですか、日本は。でも韓国の場合はもうその場でタレントさんが、あ、じゃあこうしてこうしてこうすればいいよねって話してるその場面をそのまま使って、下にちょっとテロップだけ入ってるような感じで説明のシーンが
もう済んじゃうような編集が多いので、だいたい喋ってることの要点はテロップに出てるんですよ、バラエティの場合は。なので、あ、これなんだろうって思った時によく見ると文字で起こされてたりするので検索がしやすいっていうのと、何について話してるのかが分かると聞き取りもしやすいので、すごい勉強になっておすすめです。で、あと最後、最大のメリットが、最近韓国ってリアルバラエティって言って観察プログラムがすごく流行ってるんですね。なのでその中でも一番有名というか人気な番組と、あと他にもいくつかおすすめの番組後でご紹介するんですけど、もう本当に芸能人の人たちが朝起きて出勤して、収録なら収録するなりして、で最後夜お友達と一杯お酒飲んで家に帰って寝る、でまた朝起きてっていう、なんかこう本当に日常に密着してるリアルバラエティがすごく流行ってて、一日の日常の中で出てくる自然な会話がすごくいっぱい出てくるので、映像を見てればね、どういう話かっていうのも分かりやすいので、そんなに難しい話題も出てこないですし、日常会話を伸ばしたい人にはリアルバラエティの繰り返し繰り返しの視聴がすごくおすすめです。最後まで見ていただいてありがとうございました。タンミョンサンゲソ、또봬요、안녕。